さるさん広島大学行ってみたいと思います。では本日扱う長文の設問ですが、こんな感じになっております。で皆さん、内容1問題はですね、他の大学でも対策が図れますので、広島大学ならではということを考えると、やっぱりこのあたりですかね。記述説明中心でございますが、このあたり頑張っていきましょう。さむさん、第1段落と第2段落、一読をお願いいたします。で皆さん、注釈がですね、一つ至急ついておりますので、これも意識しながらお読みいただけるとよろしいかと思います。さむさん、問いの1番でございます。設問の指示にですね、第2段落ということが記載されておりますので、こちらでございます。今、お読みいただいたところから、答えが見つかるかと思いますので、ちょっと考えていただけるとよろしいかと思います。で、皆さん、設問の指示なんですが、本当の微笑みはですね、皆さん、こう書いてあるんですね。で、皆さん、偽りの微笑みですね。偽の微笑みもしっかりこう書いておりますので、ですから、該当箇所はですね、見つけるのはそんな難しくないかと思いますので、あとはその後ろですよね。このあたり皆さん、しっかり和訳ができれば、それで正解になるかと思います。さむさん、本当の微笑み一つ目でございます。皆さん、一番出だしですね、ザ・マッスルズ筋肉。どんな筋肉ですかって言われたら、アフェクティング、影響を及ぼしております。それは皆さん、合図、目や、マウス、口、チークス、頬ですね。そして、アイブラウズ、眉ということです。それに影響を及ぼす、もしくはそれを動かしている筋肉であり、そして皆さん、これですね、フィッチャー、ハードトゥーフェイクということで、皆さん、嘘をつきにくい。偽りにくいということですね。では、問題とこんな感じになるかと思いますので、皆さん参考なさっていただけるとよろしいかと思います。さあ皆さん、本当の微笑み2つ目でございます。で、are response to a positive emotion ですね。積極的、前向き、肯定的な感情に対する反応か。もしくは can show things ということで、物を示すことができるんですね。じゃあどういうものですかって言われたら、ハッピネス、幸せ、エンカレッジメント、励まし、激励ですね。そしてアプリシエーション、感謝のようなものを示すことができるというふうに考えていただけると問題ないかと思います。さあ皆さん、偽りの微笑み一つ目でございます。こちらですね。ドットインボルブということで、伴ってるわけではないんですよ。関わってるわけではないんですよ。それは all the facial features ということで、すべての表情の特徴ですね。でそれはじゃあ、necessary for a genuine smile ということで、本当の微笑みですね。に必要な特徴。それをすべて、それがすべて伴っているわけではないというふうに書いていただいてもよろしいのではないでしょうか。さあ皆さん、偽りの微笑み二つ目でございます。こちらですね。モチベイティッドバイアデザイアということで、欲求によって動機づけられているものなんですね。じゃあ皆さん、それはどういう欲求ですかと言われたら、ハイド、隠したり、ジャッジファイ、正当化している。そして、モデレートですから、緩和するんですね。サムシングを緩和したい。そういう欲求なんですが、じゃあそのものって何ですかって言われたら、that's negative ですので、負のですね、否定的な。例えば、クリティシズム、批判とか、lie、嘘ですよね。のようなネガティブ、否定的なものを、隠したり、正当化したり、和らげたり。という欲求によって、動機づけられているというような感じでよろしいかと思います。さあ皆さん、第3段落でございます。皆さん、また一読をお願いしたいんですが、皆さん、注釈ついておりましてですね、プロソーシャルビヘイビアということですが、皆さん、簡単に言うと、社会的に受け入れられる行動という注釈がついておりますので、よろしくお願いいたします。で、皆さん、先ほどの続きでございます。皆さん、ここをですね、一読していただけますと、この問いの2番が解けるかと思いますので、考えていただけるとよろしいかと思います。で皆さん、この一つ目の内容がですね、このある選択肢とつながってきそうですね。で、皆さん、子供たちがディスクリミネート、区別すると。それは本物と偽りの、スマイルですね、微笑み。それを区別することができるのは、皆さん、2歳から4歳の間にインプルーブ、改善するということと同じものを選べるかと思います。で、皆さん正解は1番ですね。本当の微笑みと偽りの微笑みを区別する力は2から4歳の間に発達するということで、皆さんバッチリですね。さあ皆さん続いての段落でございます。ここ皆さんお読みいただけますと、次の問いの3番ですね。答えが出るかと思いますので、考えていただけるとよろしいかと思います。で、皆さん本当の微笑みという話がですね、この波線引っ張ったところにしっかり書いておりますので、ですから皆さんこの辺りをまとめていただけるとよろしいかと思います。さあ皆さん正解の場所を書き出してみました。皆さん2箇所ございますが、まず前半ですね。ハードトゥーフェイクということでございますので、偽りにくい。そして、メイクグッドシグナルズで、良い合図になるんですね。で、またその後、could indicate who is cooperative、誰が協力的なのかを示してくれる。まあそういう素晴らしい合図になるんですね。で、まあもちろんそれだけではなくって、who won't treat us unfairly ということで、自分たちを不当に誰が扱わないのか。as well as だけでなく、誰がコーペレーティブですね、協力的なのか、それをインディケートを示してくれる、メイクグッドシグナルですね、まあ、素晴らしい合図になってくれますよ。で、プラスアルファしてハードトゥーフェイク、偽りにくいというような感じで皆さん、参考なさっていただけるとよろしいかと思います。さあ皆さんお疲れ様でございました。皆さん広島大学ですね、今日は記述説明中心で言ってみましたが、これですね、まあどこが S でどこが V で、みたいなところの位置をですね、皆さん普段から意識はされてるかと思いますし、それに基づいてですね、丁寧な直訳ですよね、そういうような感じで皆さん普段から前向きで練習することによって合格点は十分取れますからね。それではご安心いただいてもよろしいんじゃないかなという感じがいたします。そして皆さん、これの練習をしっかりできるようにですね、このヤダッチとスタディも進めてまいりますので、今後ともよろしくお願いいたします。